こんにちは。私の名前はリネー・ボブ・ブルニエです。あマティン・フライシューマン記念プロジェクトのボランティアをしています。では、DH をもう一度見てみましょう。X2 <noise> が壊れたパイプ。私はエ永キのベンジャミンファンです。前回のビデオでの話を続けます。ここ,こにあるこの知らせ声はまるでアクランダーなの、えー、に見えます。構造の一つをしっかりとオートフォーカスで捉え、 いい画像を撮って続けます。さあやろう。もう少し上手に移動させて撮影しよう。<noise> 私たちがすることになると思いますのは、スキャンを開きします。これをチューズにしてみましょう。これがチューズにたと、動物のネイブだと私は提案しています。 まつはほとんどそのままで残っています。研究する価値があると思います。これがにの内容かのマッパさあ、ここは DH でボンダンを押します。あ、実際にやることは要素を持ち出すことです。そして、これには多くの要素が含まれている可能性があると私たちはひとっています。感性プロセスでは何を探しているのかを明確にする必要があります。But I don't talk to o r songs i i s e s で、あ本当にそれを見たいわけではありません。それがシルションにあることはわかっています。あ酸素もシルションにあることはわかっています。あでもあここには明らかに炭素があります。そして、窒素を探すと思います。普通酢、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、シリコン、リン。エンリウ電流行、塩素、カリウム、カルシウム、チタンと鉄。 これらは通常燃製されるものですそしてそのまま料理を続けますここに少しシリコンがあるのがもう見えますそしてそこには通常のようにあるミニウムと一緒にありまたカルシウム 当日はいいえ、瞑想側にあります。えっ、ー、と、ここにはありません。面白いですね。シリコン、A、え私たちのものにあります。アルミニウム、それもあります。マグネシウム、うん、どこにでもあるね。でも、ああ、焼き続けます。ナトリウムは汁処にはありません。だから、本当にどこにもない。でも、少しはあるんです。あ、お塩、お塩、お塩しましょう。ええー、ここにも、ここにも、そしてここにも、合成された部分に、えー、層があるようです。 あるいは推定的に合成された、乱性されたこのほど炭素がリーフだと分かっています。カボンの見せる意味はありますか確かに炭素がリーフですね。見てください。だから他のエリアに焦点を当てたいからこれをオフにしますが、あるいはそして私たちはそれをそこに放置します。ディスプレイ設定の人として あのこんにちはそれを強化してください分かったもちろん電子ビームはこちらから来ているのでこのエリア全体にしかそぎらされておらずこの過去のエリアでは時期には何も見つけられないでしょうどうこううのに使い置いといてシェイクルにニシェイす さてそれは今しばらく焼かれていましたねサイムを見るときが面白いでしょうねこれが映らされるのはそれに高いエネルギーの電子を全て発射するからです確かにそれをやったでしょうしかしとにかくここではシリコンとアルミニウムをはっきりと見ることができますカルシウムと一緒にとても特定の場所でアンフォエンシュストコニエで鉄がもうあれのイモンギアマ これはいいですね。私の疑問はこれが全ての検測構造でここがその場所かということです。サフォーク三角性のコンが入ってきてその部分と交差していますがあ何とも言えませんねあもっとデータがあれば時間とともにわかるでしょうでは私が取りますそのセッションのレポートにそれを入れて続けるつまりここに報告書があり N ページ目に素敵な小さなグリッドが表示されます。そして酸素はどこにでも無見ることができますが、酸素は明らかにどこにでもありますが、種に背景にあります。このノコのセブティニューアフトランドとディア含まれていません。まあ、全く背景に入れてあります。酸素の濃度が含まれている証拠があります。9エクティズビューライトソーバーをご紹介します。えっと、 それは何ですか普通ですすかか普通おそらくここではこの部分のアルミニウムに明確なシグナルシリコンにも明確なシグナルがあるマグネシウムの濃度が高いですこれらのフレックが実際にはリンの明確な信号であるそれはファーナリケッが門のそれを取り巻くがまく混乱の一部だったと私は言います リンを見るとあこれらの大きい部分はここにあるティンディーとも位置していますだから私は思うそして明らかに炭素もそうしてたですがす私はそうするでしょうそしてあここにはシリコンがありこの構造内で明らかに濃度が高いです 塩素はないですね。ここにカリウムがあるとは、ね、言いませんが、ここにもあここにもカリウムがあります。この階には明らかにカルシウムが含まれており、あそこにはシリコンもある、ミニウムも存在します。そして別とあ鉄の短編があります。だからあそこに見,見えているのはその分析です。そして、ね、こちらで早速スクリーンショットを撮ります。確かに少しアホがいたように見えます。 では意見をのスポーツ作戦に行きましょうかどうしてもいいですか h a ハラ a d h a r a 7 1 k i n し持つとサンプルを探すつもりですなのでここでサンプルを見てみますもっとカーボンタイプを探してみましょう講座を。あ 特急な非常に思い切ものがあるようです。これが次の量子化かもしれません。これはたトえもクールですね。ここにもね、いや、かなり、あ、どれがかしいが。 入ってくる場所ですかこれはただの全体の磁気流対流学構造では1中のスピンが生じていますわからないけど言ってみる少し充電しているようなので二酸化イ素の量が多いのではと思いますこの本ム物で少し形状音波で見ようと思いますね本当にここに表面にバシャッと落ちました実際にこれを目にてみます DDX ですね これはおいにしろいいかもしれませんここには明らかに異なるエリアで異なる材料があります何か調べてみましょうここにあるいくつかのサンプルを選んでみます今回理由、うシャー見てくださいこれは私たちが残した何かの部分ですかご覧のいくつかを変えてみましょうここにポイントがあります そしてまたはその他の何じゃそれちょっと見てみようかスペってお選択します。なぜか見てください私たちは何を見ているの面白い,いですね車少なくとも三月商にアグラシウムがタリフに含まれていますがそれはどこでしょうか社のように住むよ それ本当だとは思わないけど、もう少し詳しく見てみようか、えー。そう、シリコンのピークがあるね。これには不通じがたくさん含まれている。不通じがたくさん。まず、えー、一つずつ取り上げて詳しく調べます。直接な回数です。もう一度自動自別をやってみましょう。シリコンのピークはありますが、 他にもピークが現れていますねあでもカルシウムのピークがあー非常に強いですね。どれがそれかな <And S 1> この部分ですよあじゃあそこでのカルシウムの飼料性期化レベルは g の3だね。じゃあ5こ,これやってみよう。この1つが21回6%。これはどれここの小さいところよ。 これはカルシウムを含成しているのかそれとも部活しているのかこれはヌニオンダレだから本当はカルシウムが入っているはずがないんだけどあ他の反応器を覚えてるスケールで鉄リフナクレネル状の小球体の中にカルシウムを発見しました今どころかになんかを見つけるかどうかを確認してください確かにそのケルシングピークは非常に強いです またここにカルシウムが含まれてるわそしてこれはまた20だようんここに音が見えるとは思わないなあるいはあ音をまいているのかもしれないねどれだっけここの小さな型だよね分かったその辺はかなり弱いけど定点に行けば間違いなくてルールが見つからないわまあテルールの話はそこまでにして これからどうしようかなそうですねはいここには音が現れているようですね、えー、もちろん流行もありますが、えー、このサンプルにはリンが含まれていないのが面白いですねえここに使おせっあくあられてるシリコンピークがありますが少しですこれ,はあーこれらのゲイステーションでいるかもしれません あはい、シルバーからのピークが全部ね来てますここに何があるのもう一度自動 ID を示して他に何か見つかるか確認しようシリコンは確かに大丈夫ですアルミニウムとリィコン樹がそこにありますリィコンのピークは非常に明確です保証を引き継ぐという部分でそれは水なんですかそれは音がなくなっているかもしれません いいえ、ち、違います。音はありません。え、これはどれですか実は、え、ごめんなさい。ここにあるこれは、はい、実際にはこれでほとんど2です。うん。でも、20のがいいね。ああ、みんな、こんに小さな番章があるんだ。ドロップショット。ごめん。えー、 それでカルシウムが高くなるんだ。モンチュン少し中も入っています。そうこれこの役者の,のピクモピアも出ますがそれほど明確には解決されていません。えー、このサンプリングをしばらく放置して作ります。よりはらかで、えー、確かに流行のピークがあります。この話をしているようです。 酸素が融合しています。 はいおなあ来るときは来るここにそのおこのやむ便利の声なりが見えますそれはここにはないここには存在しませんマエラはここにいませんここにあるのかな多分それはどれですかここ全体は何ですか。 熱機率のサンプルを集めることにしましょうしたがって私たちはこのカポを歩き期間実行しましたここには私たちが身につけてきたこれらの要素の大きな選択があります鉄やリン、そして多くのケースも含まれています私の推測通りですでも彼らが持っているのはカルシウムの良い比率だよこの1つはあ治療で視点把握この1つは二次部だよ このも小さな方の治療の四分の液はカルシウムですそしてこちらには ME の量の芯が実際に検証していると思いますあそれはこのビームで動かしているからだと思いますたびカルシウムが23から24%こちらは25%こちらは8% カルシウム4.33%カルシウム16%などですですからそのビームを見てくださいから身に近れたピークがあります非常にはっきりとしたピークですそうしてこのほらこのキャッツな部分にありますほらそれにこれでビシせていくようなそれじゃないかなと思います、ね、これはもっと大きな構造の中の対、えー、牛かもしれませんそれであより多い円樹に移行してます 出分の多いクレネリ塗装の希少球体に多量のカルシウムが含まれていることがわかります。